皆さんこんばんは。ヤミーのレシピ帳、今日の1ページはこちら。今日は子供から大人までみんなに愛されるオムライスですね。楽しみです。最近は卵がふわふわのオムライスが多くなってきてますが、今日は昔ながらのオムライスです。昔ながらのオムライス、たまに食べたくなるんですよね。片栗粉を入れると破れにくくなりますし、あとしっとりとした仕上がりになるんです。片栗粉にそんな役割があったんですね。薄焼き卵を焼いていきます。フライパンが130度に温まるまで加熱します。温まったらペーパーで全体に油をなじませてください。油をなじませて全体の温度を、ね、均一にすると、きれいに焼き上がります。わ、これは本当に美しい。次にケチャップライスを作ります。続いてミックスベジタブル、凍ったままで大丈夫です。ケチャップをあらかじめ炒めてちょっと酸味を飛ばします。あとはご飯を入れて炒めれば、鮮やかなケチャップライス完成ですね。では包んでいきます。小さめのボウルや小さめのね、丼などにこのように薄焼き卵を敷きます。で軽く平らにならして、この端はこのように折り込んでいきますね。ソースを作ります。トマトケチャップに中濃ソースを混ぜてください。中濃ソースを入れるとスパイス感と旨味がプラスされるので、より美味しくなります。中濃ソースが味の決め手なんですね。いや、懐かしい感じのオムライス出来上がりました。見た目も味もどこか懐かしさを感じる昭和レトロなオムライス、早速作ってみます。ヤミーのレシピ帳、来週もお楽しみに。今日のお料理、あなたのレシピ帳にもいかがですか？もっと長野をホットに、長野都市ガス